藤井聡太です。今から変な声を出します。藤井棋聖っていうのを居酒屋でずっと考えてて、バカにしてます。そう、酒飲んだテンションでずっと考えてまして、なんかいろんなバージョンいろいろ考えてまして、他には。こんばんは、藤井聡太です。今からあなたの家にお邪魔して、しばらく養ってもらいます。藤井棋聖やるな。これだから、これと同時にその文字をバッと出せればよかったなっていうふうに思いましたね。あ、鬼滅の刃のフォント忘れちゃった。あ、これか。あ、これいいですね。こんばんは、藤井聡太です。今から変な声を出します。ギー藤井棋聖。前半部分モノマネできたら、あ、なるほど、藤井くんのモノマネって無理じゃない。藤井くんの声聞いたんだけど、モノマネできる感じの雰囲気じゃなかったのよ。こんばんは。いや、こんばんは。こんばんは。藤井聡太です。皆さん負けそうですか？僕も参戦します。藤井加勢。こんばんは、藤井聡太の息子です。藤井二世。あ、いいな。藤井です。老後を過ごしてます。藤井余生。藤井です。なんとかギリギリ正気を保ってます。これ何？あ、理性か。こんばんは、藤井です。パンツの中がベトベトします。藤井無声。藤井くんゲームできたな。これは流行ると。藤井です。今から隕石に体当たりしてきます。えぇ？あ、犠牲か。難しい。藤井犠牲は難しいわ。こんばんは、藤井です。宇宙から驚きます。藤井惑星。藤井です。他にやることないし、将棋続けます。藤井惰性。これ、ますますやっぱり藤井くんのモノマネ部分が欲しいですよね。藤井です。小さい子を見ると、よしよししてあげたくなるんです。藤井母性。こんばんは、藤井です。体幹を鍛えるとバランスが良くなりますね。なんだこれ。なんだこれ。体幹を鍛えるとバランスが良くなる。あ、姿勢か。いや、これは簡単。藤井です。お盆なので実家に帰ります。簡単やわ。藤井棋聖。藤井です。世界を作りたいと思います。藤井神。あ、そうせ。ルール分かってない小学生やめろ。藤井です。なんだか声が遅れて聞こえますね。あ、藤井国道。こんばんは、藤井です。ランプの中から お邪魔します。藤井に。いや、もうめちゃくちゃじゃん。じゃあ、藤井です。ランプの中からのやつ、答えなんだよ。藤井に分からん、いいよ。あ、やっぱ藤井にが正解なんや。よかった。藤井です。好きな教科は数学と理科、物理です。藤井理系はもうおかしいやろ。藤井です。独特な子だねってよく言えます。それは分かる。藤井個性。藤井です。トゥルーラブ歌います。藤井フミヤ。適当変わんな。ちゃうやん。藤井棋聖ありきで買ってんのに。みんなで遊ぶ藤井ゲームじゃん、これ。これ流行るな。